皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月1日、12時36分、ギリシャへの訪問、佳子様、まあ佳子ちゃんですけども、佳子ちゃんといって、僕は顔を撮ってる人たち、僕とつながってる、不届き者、言っていいの？カコちゃんの方から淡井圭介と将来を誓い合ったキスをしてきたんだから。証人はマコちゃん。フミヒト様たちも認めてます。ただも人間も証人います。で、ギリシャへ行かれた後のエネルギーの残存量問題についての成果って何ですか？ギリシャへ。っていうことなんですよ。で、何にもないということであれば、国民の税金を無駄に使用していた。で、ニーサというものを使用したんであれば、世界中で新ニーサを行うことによって、一般人からお金巻き上げてっていう形に見えるかもしれませんけど、あれ全部富裕層です。一般人の人は年金をかけるのと家のローンを返すのに精一杯。これはもうほとんどの人。っていうことは、世界中で株高になったっていうことは、日本の新ニーサみたいなものを世界中で行ってしまった。なんか一番最初はイギリスっていうことになってたと思うんですけども、これ一番最初はね、まあ、ニーサという違う名称でも、その、株が一時的に非課税になったりする時点で、変でしょ？で、世界中で株高になってるんですけども、まあコロナウイルスのこととか以前言ったと思うんですけども、まあその辺のところ考えても、だから平成の天皇陛下の時、明人様の件の時に、世界中の上層部の人たちとかとも、どちらが悪いですかっていうことを聞いた時に、社会で上に行った人間ほど悪いっていうことになってたんですよ。で、実はそれって多分僕はフルツアーパークで話し合う前からだと思うんです。僕の人生をずっと振り返ってみると。だって、歌手の浜崎あゆみ、小学校の頃、東山小学校に僕は6年生の時に来ていた。多分2歳年下で、4年生ぐらい。なぜか自分と同じクラスにいた。その頃から茶髪。髪の毛染めてる人間の方が悪い。ヤンキーが知るから。で、あと、サッカーの、一時期日本代表だった宇佐美。多分宇佐美っていうガソリンスタンドがあるんですよ。ちょっとした、規模の。ある程度の規模の。多分そこの家系の人間だと思うんですけども、その男もね、年下なのに、長田工業高等学校に、僕は3年生ぐらいの頃に同じクラスに現れてたんですよ。で、髪の毛茶髪。不良化してるから、ちょっと年上の、人たちの教室に行ってきなさいと。まあ、こういうふうなことだったと思うんですよ。だから上の方の人間が悪いことをまずやめてくれなきゃならないですよ。で、何が悪いかっていうことは言ってます。で、無駄な公務。これいらない。人は移動するからエネルギーが消費される。無駄に税金が使用される。お墓の相手、どうでもいい。そこは神社長の参加。で、墓石を作ってるところはまだ、人募集してますね。諦めの悪い連中。本当に徹底的に捕まえて、しっかりとテレビにそれを放送しなきゃならない。お墓も霊感商法ですよって。で、あとは、まあ、だからギリシャへの訪問自体が意味があるかっていうと、まずない。ない。絶対ない。そこはそこでヨーロッパの代表の人たちに任せておいたい。そのためにヨーロッパという単位で集まってきて、会話を交わしてるわけであって、その時、しっかりとした会議であって、無駄な握手とか、そういったものがないはずなんですよ。で、最初は会釈から始まったでしょ、カコちゃん、僕に、言われて。だけども、マコちゃんの方でしたっけ？会釈からちゃんと始めたの。で、握手はしないっていう方法。
まあ、その辺のところについては以前と同じなんですけども、まあ、皇室の人たちが全然しっかりしてない。それは残念なんですよ。で、またの人間が頑張ってる。で、それなりに社会的地位や法律によって自分たちを守っている。だから社会全体がおかしくなって、エネルギーの残存問題が一向に解決ができない。これはもう事実なんですよ。で、入院入院って言ってるやつが、三振と以内の請求ですぐに捕まえられなきゃならない。もうお金も、返済しなきゃならないし、スタジアムを建設しようって言ってきた人間、万博に関してもそう。何千、民間人にお金出せるのって、純利益なくなってるじゃないですかって。で、その人たちの退職金どうなるんですかって。だから、男性が働いて、最終的に退職金で何をするかって言ったら、女性に年金かけてあげなきゃならないんですよ。多分もうそれですって答え。絶対そう。だから男性は社会に出て働いて、女性は家を守るで、それ良かったんですよ。まあ、ただもうどこも人材派遣会社ばかりで、退職金がなかったでしょう。だからその辺のところ仕事の成果うんぬんとかもあったりとかも、あるんでしょうけども、なあもう、みんなその法律の世界の統一性のなささで、嫌気やさしてる。で、惰性で動いてる。だから公務員なんかは何にも考えなくなる。ただただ窓口の人になる。もう楽に仕事してるのに、給料高いでしょ？ボーナス良いでしょ？話めちゃくちゃなんですよ。住居手当、扶養手当とかもあって。でしょ？なんかカコちゃんが、ギリシャに外交、ペルーへの外交に関して、どのような成果があったのか。これを教えてもらわなきゃならない。エネルギーの残存問題について、あと少子化問題について。向こうではどれぐらい精子の生産されなくなる薬を飲ませていた、使用していた。で、通訳の人間、わかりました。鬼滅の刃の、曲で、マスクをかぶった、男性4人組の、バンドのものと一緒に歌っていた女性なんですけども、そのものは役者としてもテレビ出たりしてるでしょ。だからテレビ局はいらないんですよ。二社二社合併で夜中と明け方。で、他国の言語、ギリシャ語をね、それを言い始めるとね、もうヨーロッパはヨーロッパっていう単位で会議してもらってアフリカアフリカでって、これ安倍さんが就任していた時も同じこと言ってました。で、もっと思い出すと僕は二十歳ぐらいの頃から言ってました。もうこれ無理あると。いろんな国の話持ってこられても、これ無理だと。リーダー国を各地域である程度決めて、で、そこはしっかりと呼びかけて、みんなで話し合って、エネルギーの残存問題を軸にですよ。だけどそれしてなかったんでしょ？世界中が。ここなんですよ。問題は。ただし、まあ中国に関しては、まあ野球に関してはプロ化してないんじゃないですか。だからもうそれいいと思うんですよ。もう一回広がったらもうどうしようもないでしょ。あと、その後が。僕何回もね、海外のサッカーチームと、あと、メジャーリーグ行ってる野球関係の人間、もう帰ってこいって言ってるのに、全然帰ってこないんですよ。全員ですよ。でも、行っちゃダメよ、二度と向こうって。もう分かったでしょ？以前も僕も言いましたけども、大谷翔平のいるチームは、テレビの、日本の民間企業はテレビでそれ放送するから、放映権料払わなきゃならない。でしょ？稼いでるのか稼いでないのかよくわかんないでしょ？プラスかマイナスか。だからもうここはエネルギーの残存問題っていうものを軸にして、で、もうちゃんと日本にいなさい。ちゃんと、昔は世界戦がなかったんですよ。プロ野球の世界戦。ワールドベースボールクラシックというものが。でもそれはもうだいぶ前にできたんですよ。で、それ作ろうって言ったの僕なんですよ。1998年ぐらいの頃に。で、オリンピック開催。それを二十歳ぐらいの頃から言っていて、全員何もしてなかったと。逆にオリンピックの拡大をしてしまったと。まあ、カコちゃんへなんですけども、そこは様いらない。
世界の法律民法720条丸1丸2正当防衛、第三者のためにも正当防衛使用できるから、礼儀じゃないから。この世の中、悪いことしてる人間には悪いことしてるよって言わなきゃなんない。で、悪いことしていた人間はもう見つかったらその人に対して敬語を使わなきゃなんない。じゃなかったらもう話めちゃくちゃになるから。だからだから、道理でね、テレビ局の連中とかが、僕はね、テレビ出演者の人間、要は、結婚話をして、もう先に結婚した人間とかね、YouTube とか扱える人間、テレビ局の人間にも言って、テレビ局にもそれは責任あるから、何回も追い返したりしてたから。ちゃんと僕の YouTube とかで字幕打てる人、それで世界中に翻訳して、ある程度公開できるから、エネルギーの残存量問題とどう対応しなきゃならないかっていう部分。それは僕はプロ野球業界とかに言ってます。それを動画で、カコちゃんたちは見てますかっていうこと。例えば117番の内容とかね。もう文章化だけで逃げたらダメですよ。喋ってる人間じゃないと感情が伝わらないから。で、それしなかったらね、多分世界中のほとんどの人は人口をよく分かっていない。で、それはこの間も言いましたけども、そこまで言って委員会に出ていた元知事とか大臣の人がですよ、今の国境内の日本の国境内で男性と女性の生まれてきてる人の数が10万人下回ってるっていう放送を結構以前テレビで一応したでしょ。で、その時に僕そうだったと思うんですけども、皆さん何年だったか覚えてますって言った瞬間、あ、そうやだったんですよ。大臣とか知事経験者の人がそれなんですよ。こんなもん一般人とかみんなわかるわけやない。で、これは世界中で横行してしまったんですよ。地方交付税というものでしょ、結局正体は。いや、ただ、地方交付税法に頼りすぎなんですよ。そればっかり考えて。何回も言ってます。賠償金。損害賠償。働かせたんだから。そのための、最低賃金法とかなんだから、足らない分は中央政府はお金を吸って回しゃいいんです。それで円安か円高になるかの違いが出てくるだけなんです。だから金利動向の話をしたがる人たちは言いますけども、その話も世界中で金利がどう動いてるかを一国一国見なきゃならないのと、そんなに金利じゃ変わらないでしょ。結局株でNISAでしょ、実質のところは。で、それが本当のところ、いや、だからね、好景気になるかならないかで、その好景気イコールエネルギーの残存量問題に対応する自然再生可能エネルギーの普及に関して、資金を集めるだったら、まだ話はね、まかり通ってたんですけども、河川水門解析玉発電の特許まだ申請すらできてないんですから。外交行ってる暇があるんだったら、その旅費とかで、弁理士さん、弁護士さん雇って、もう特許出願できてる。国関係が僕に一筆ね、書かせて、そこからの特許使用料から出てきたお金で、その弁理士さんと弁護士さんの費用払ってくださいね、でもよかったじゃないですか。ないよりマシなんですから。で、まあ、今何に困ってるかって言ったら、結局多分、まあ、メジャーリーグの時間帯だからエクスポートができない動画のつなぎ合わせ。だけどもね、コンピューターの稼働の仕方がコロ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 ルール変わってるような気がするんですよ。だから、カバーみたいな形でね。だから、皇室であるカコちゃんが、この間の動画でね、ギリシャ訪問。だからそれに関して、以前の動画は混ざってるでしょ。で、そこで僕は50キロ歩いて、頭の中で、まあ、次の日も歩けるっていうのを聞いたときに、カコちゃん、皮肉っぽい笑い方で笑ってるんですよ。心の中でどう思ってました？なんか、あざけり笑ってました。まあ、それをコンピューターが理解していて、動画のエクスポートに関して、バレたと。河合さん気づいてると。なんかメジャーリーグのせいにしてる可能性がある。もうこれぐらいややこしい。なぜなら、政府は法律とかルールをコロコロ変えてるから。で、法律とかを削除するのはいいと思うんですよ。ルールが固まっていくから。例えばスポーツ振興法はいらない。歩合出来高2級なんかいらないとかね。あと他にもいっぱいあると思いますよ。
だそれがあると、計算とかややこしくなるのと、あと最低賃金法が逸脱するのと、土日祝日法っていう名前に変えてないでしょ？潔が悪くて政府の方が。土日祝日法って書いていれば、どこが休日日か分かるんだから、だからサブロク協定とかいらなくなる。だからいらない法律がいっぱいあって、そういったものをたくさん削除して、あと、小型協定に関する法律とかね、あとオートレース、あのオートバイの、ギャンブルのレース、あの法律もまだ消えてないでしょ？今なんか胸潰れたとか、なんかそういう声が聞こえてきたんですけども。心臓とか神がかり的な力でこう胸に来てたりするのか、それとも交通事故で本当に胸潰したのか、それ分からないから、なんかこの話を言わせようと思って、先電波でね、胸潰れたっていう声が男性の声聞こえてきてると思うんですよ。子供の声で言ってきてるんですけども、その時のね、交通事故とか発生したような言い方ではないんですよ。だから多分僕に言わせるために、多分電波は伝えてきてる。それは何年前にどこの誰がそういうふうに仕掛けようとしてきたかは僕には分からない。国会議員の人たちがその辺の法律を削除するのになぜそんなに抵抗するのかっていうことなんですよ。それマニフェストで公約に掲げて選挙出りゃいいじゃないですか。その勇気は全然ないんでしょ。もうまあ平成31年度の六法全書からは消えてないですよ。でしょ？おかしいでしょ？全員。あと今日佳子ちゃんが来るとして、もう街の中の人たちとかに何か電波伝わってますよ。だから僕には伝わってない。佳子ちゃん誰に会いに来てるのっていうことになります。わかんないですよ。カゴちゃんなのかどうか。今、こうとしてたのが。それは自分で明確に時間とか、ごめんっていうことは来てるんだけども、ちゃんと相手に信用して、しっかりと相手に信用してもらおうと思ったら、自分から電話かけたい。予定組んで。してること逆なのよ。浮気しようとしてる。行動見てたら全部それで話が一致する。だから1歳年上の話に関してデイリーが言ってるのはシルバー株式会社の人間のことでしょ。それともカコちゃんが1歳年上の人と恋仲になってます？それ嘘でしょ。デイリーのそのインターネット記事ですよ。そこもともとエロ業界側だから、そこに沿った内容で動いちゃダメなんですよ。ほんとほんと。普通紙の神戸新聞紙は違うんだけども、けど神戸新聞紙のその傘下にデイリーがあるから、だからややこしいんですよ。デイリー新潮。もう何でも同じですよ。デイリーだろうが何だろうが。なくちゃいいんですよ。その会社。余ってるんだから。いらないんだから。なぜそんなに簡単なことできないんです、みんな。生き方が大したことないですよ。全員。僕がちゃんとした権力を持ってる人間だったら、その辺片っ端から消滅させますね。三振と以内の請求で。もう機材とか全部没収ですよ。パソコンとか。で、そこからどれぐらいエロ業界の人間がいたのか、議員関係の人間とか特に。政府上層部。そこ。そうじゃなかったら離島とか行って、エロ業界開いたりとか、できないから。で、会社の金使ってた？論外。で、これ言われた時に、カコちゃんも、もうそうなりかけてる。自分から進んで握手、異性と。で、相手がとぼけながら、ジジイがね、ギリシャのジジイ。お前ほんとふざけんなよって。同じや。カコちゃんが別の人間と結婚しても。そしたら共犯になる。手出した時に、君が悪いって言ってたけども、違うよ、自分から手引っ込めろよ。
お前も損害賠償相手の請求の相手や。あと他の人間、男も。黒よく聞き取った ?SP? コロ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 相手買い取ったな、三人。見つからへんって思ってるんやろ。格闘技業界やろ ?L 業界積んどんところやん。淡井圭介に認められた人間だけがチャンピオンになっていいの。多すぎんねん。ライジンにも。ボクシング業界もや。もうええからラウンドガールなんかあげんな。鬱陶しいねん。勝ちたいんか負けたいんかはっきりせえ。で、あの鬼滅の刃の曲歌っとったやつ、次芸能界テレビ現れとったらもう許さへんかな。もう今でも許せん段階になと。黒い服着てヘラ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 しちゃう。お前この辺ちょろ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 歩いとったやろ。エネルギーの無駄遣いあれだけするなよ言うとったのに。ちゃんとカッコちゃんに言いなさいよ。淡井さんは外交なんか行ったらダメですって言ってるって。だからこれはフミヒト様たちにも、言ったと思いますけども。キコ様や、ナルヒト様や、昔の平成の、アキヒト様や、ミチコ様。海外行っちゃダメですよって。みんなしょっちゅう行っちゃうんだから。誰が悪さしてるかわからないじゃない。そうでしょ?で、話決まっていたのに、平成のアキヒト様は、守ってくれてたはずなんですよ。もうフィリピンのところはもうこれはしょうがない。謝罪するような形で。で、現地の評価はどうだったかって言ったら、とても潔が良いって。なったじゃないですか。僕もフィリピンの人たちと話合わせていたから、向こうも、向こうのマスコミとかも、まあ、ある程度話合わせてくれて、で、片やフィリピンの問題っていうものも着手して、日本の警察官の人たちとかも、僕が、一応先に説明しておきますね。日本の警察官の人たちは忘れてる人たち多いでしょうから。やっぱりそうなると思うんです。だって父大臣が状況ですもん。生まれてくる男性としての数ね。で、台湾って九州と同じ面積なんですよ。で、人口1億人、1億2000万人の話は、朝鮮半島、北朝鮮と韓国と台湾と満州国を合併していた時で、で、あれね、戸籍謄本が後から上がってきてるだけで、第二次世界大戦とかその前後もずっと戦争してる、亡くなった人たちの死亡届とかいい加減で、ね、年金が入ってくるから、ね、年金入ってくるから、死んでるのにずっと、ね、年金目当てで、昔、あるあるも、どう、だってこの間、ちょっと前にね、数年、5年ぐらい前に窃盗犯捕まえた時、20歳ぐらいのやつ、またが顔が若返るとかがあるから、もう身分証明書見せてもらって、そう、いつが何歳かみんなわかんないから、もういかにも髪の毛茶髪で、茶髪か、まあ、もう、まあ、金に近いような、金じゃないけども、まあ、髪の毛かなり、染めてる。で、片っぽの耳にピアス3連。もういかにもっていうやつ。で、まあ一応、体は僕よりも大きかったから、その片手で捕まえながら100とかなんかすぐ逃げようとするんだから、できない。まあ、ある程度のことせんかったら、無理だから、まあ、とりあえず、もう、背後回り込んで、首絞めたらまずいから、もう、この辺をこう絞めるんですけども、体鍛えてないから、すぐ駆けつけてくれんかったら、持ちます?腕に力ずっと入れた状態。15分も。でしょ?だからもう、迷わずもうすぐに駆けつけてもらわなかったら、あれ事件発生してからもう1時間経過してから現地到着なんですよ。っていうのは、その警備員の人が駆けつけてくれて、やっと通報をしてくれてるんですね。じゃなかったら、片手、いや、もうね、正直両手使わなかったらダイヤル押しにくいでしょう。スマートフォンって特に。画面が動いたりとかもするから。絶対逃げようとするじゃないですか。もう何回も、逃げんなよって言って、で、で、電話かけようとしたらもう逃げ出す。もうそれ、3回以上繰り返していて、セット犯だったんですよ。いや、だからね、
ちょっと話がだいぶ逸れたんですけども、だからその人口が、日本の国境内で、4000万人いるかどうかで、だから甲子園出場校の数が、3700校台っていうことは、まあ一応僕が数年前に調べたんですよ。各都道府県の、高校の名所、国立とか私立とか、まあ国立イコール公立、まあまあ公立とか、まあいろんなもう言い方ありますよ。もう国立でいいの。日本っていう国なんだから。お金の出元も、だから中央から足らなかったらお金直すしかないんだから。そうじゃなかったら奴隷制度で中央が働かせてましたっていうことになるんだから。最低賃金法。割増賃金。日給とかの知識が入り込むと、もうどこで働いてる連中とかも人材派遣会社の人間相手してから自分の方が上だって思って、知識が全然ないの。もうあっちこっちで違法行為の働かせ方。だから労働基準法と時間給と最低賃金法と、あと、まあどういうふうな資格を、まあだから資格とかも本当はほとんどいらない。昔もともと資格なんかなかったも働いていて、職場で叱られるんですから、仕事遅かったら。仕事早い人に。ね、そうでしょ？で、だから誰か叱る人間がいなかったら、絶対世の中正しい方向にはならなくって、ただし、その叱る人間も、明確なもの、絶対こうしなきゃならないっていうものを持ってなかったら、そのエネルギーの残存問題とか少子化問題、だから、この精神病院のその病床の数が、だ兵庫県だけで、精神病院の数が28でしょ？入院施設の。で、平均化してベッドの数が200でしょ？そしたら5600でしょ？まあ、こう、兵庫県だけで、まあ、一つの、ベッドで平均化して4人出入りしてると計算したら、2万人ちょっと。で、だからベッド数とかで考えると、日本全国で5万床ぐらいありそうでしょ？で、精神を生産されなくなる癖でしょ？で、通院させるところとかでもそういう風なものを飲ませようとしたりするでしょ？そりゃ世界中で人口激減しますよ。で、地方交付税法に頼りすぎてるから、だから円安になるかどうかで同じなんですよ。この話何回もしてるんですよ。国会でも。なぜ正しい人口を、今の国境内、今の日本の国境内でしてくれなかったら、農業関係に関しても、本当に何が足りてないのか、これはよくわからない。これも昔もそんな話してるんですよ。平成の天皇陛下、明仁様が覚えて、僕はそういう話していたことを覚えてるんだったら、まあいいんでしょうけども、もう覚えてないんじゃないんですか？だから北朝鮮とか韓国とか、その、合併の話僕から提案したわけじゃないですか。で、ムンジェイン大統領とキム・ジョンウンさんが首脳会談、していただいて、間にまあトランプさんが入ったりだとか、まあそういうふうな形でああいうふうにしてるのは、あちらもあちらで人口相当少ないでしょ。日本で4000万人ぐらいだったとしたら、両方合わせて3000万人は、ちょっと無理がありそうな気がしませんか。ですよね。九州なんか500万人いるかどうかも怪しいですよ。っていうことは台湾500万人いるかどうか怪しいでしょ。だから表記してる人口は、900何十万人ですけども台湾。もうどうせ3分の1か4分の1、もう面積見たらわかりますよ。だから世界中同じように精神病院作ってたんでしょ。だからこれ世界中でものすごい勢いで少子化が進んでるのに、地方交付税法に頼りすぎて、それで、人口表記世界中めちゃくちゃになっていた。これがこの世の中の実態で、それ早急に早く、本当の人口を、正式な人口を証明しなければならない。日本の国境内で、何年から何年まで生まれた人の数っていうものは、第二次世界大戦の後は分かってるんだから。それはもう日本はできることはなんか日本表記しましょうと。台湾は台湾で。まあまあ、韓国と北朝鮮に関しては、まあ、朝鮮半島の南北戦争が終わった後、国境を引いた後に関しては、男性と女性、毎年何生まれてきてるか分かってるんですから、それにて一回表記し直しましょうよ。中国に関しても。もう、だから世界中、いろんな国が、それで一回ちょっと人口表記しましょう。で、あとは、
だから農産物でね、僕はあの世界国勢図で見ていて、まあ、昔もこの答えだったんですよ。小麦粉輸入500何十万トンって日本だけなのか、朝鮮半島や台湾や満州国込みなのか、これどうなんです。いやだからね、知事大臣経験者の人がああいう風な返答だったとするのであれば、これ20歳ぐらいの頃僕フルーツラパークでいろんな人に聞いたんですよ。いろんな議員の人が来た時に分からへんって言うんですよ。いやそれは我々は何々省だからとか何々省だからになるんですよ。本当にここは間違えてるんですよ。販売してる本の記載してる内容が、それをどう受け止めたらいいのかわからないようなものを4000円近い金額で売ってると、詐欺じゃない。それこそ返還義務ですよ。でもあの26年も経過して、政府あれもしてないこれもしてない、ほんとどうなってんすよ。ほんとにもういいでしょ、みんな三振取りないの請求で、スタジアムの建設とかオリンピックで、特に議員関係者の息子とか出てるんでしょ、テレビ局関係者とか、全員三振取りないの請求で返金しなさいよって、建設費。そしたらもう動きこうなりますから、南から北に向かって、プロ野球球団も、まあ、サッカーは、J1、J2 合併して、12球団リーグ制、南から北に向かっての準拠でしょ、でテレビ局の人間でしょ、だから返金しなきゃならない立場。じゃあどうなるかって言ったら、自分たちの方から解説席の方に行くアナウンサーとかは試合開始前のこうもぎりをする、入場の入り口でね、無駄が多すぎるんですよ、してることも。で、まあ、使用料をいただいたりとかしながら返金すると。あ、こんなに効率悪いことしてたらダメだから、2社2社合併、夜中と明け方の番組いらない、海外に人たち帰ってきなさい、声みんな夜中と明け方起こされない。完璧でしょ。あとはオリンピックの解体、万博に関する条約をなくす。自動車のガソリン車の生産を停止。で、みんなに、電車バスとかで移動しましょう。エネルギーの残存量問題の正確な数字を言う。あとは今地下何メートル本当に掘っているのか、各地点の話もする。で、海底も今、だから1800メートルのところってもうだいぶ前からでしたから、今は海底2000メートル台とかになってます。一応それ聞いた時に、まあテレビに向かって言う方法で、まあこの人だったら知ってるかなというようなところで、もう我々の聞いてる話では水圧がすごくて、一回掘ってるから、その地点からとにかく石油を採掘することを考えなさいっていうことを言われてるっていうことを昔聞いたんですよ。だけどそんなわけないでしょ。ある程度掘削地点変えてるでしょ。だから地震が発生する一斉崩落だっていうことは石炭の採掘所で、それも僕は生まれてくる前からもうそれ発表されていて、テレビのニュースでも放送されてたはずなんですよ。っていうことは、地震が発生した時に訴訟になるのが怖くて、各企業が、採掘地点を公表しなかった。正直、能登半島の近く怪しいって僕は思っています。まあ、20キロ、30キロ離れたところで石油を採掘していたとしても、地下のね、石油層がどうなってるかわからないわけじゃないですか。能登半島のあの震源地のあの下のところで、石油の層がね、もうこれぐらいあったとしましょう。で、掘ってるとこはこの辺がね、あの30キロぐらいのところだけども、もうこれぐらいだとしましょう、層が。で、こう斜めになってると。まあ、この辺のところまで吸い上げてるっていうことになりますよね。で、空間が大きくなる。そこへ地面が入り込む。地面が隆起する。ずれるから。
こういう説明できる人間が、テレビの報道関係者で一人もいないんですよ、本当に。どちらにしても、空洞化と、あと、地面が中に入り込まなかったら、地面は隆起しませんから、それを火山うんぬんって言ってる人たちもかなり古いですね。後遺症で言ってたばあさんいたでしょ。で、あと、粘膜はどうのこうのみたいな話をしてたでしょ。それ聞こえてるんですよ、こちらは YouTube で。で、もう、ここ10年以上話なんか出たことなかったんですけども、話が急に出てきたんですよ。で、それとね、成人様たちとか覚えてませんか？海人様たちとか、紀子様や、雅子様。講義所でね、昔もその粘膜はどうこうみたいな話をされて、僕話出してませんでしたっけ？いや、だからね、とりあえず、とにかく、昔は、年金って55歳からの支給でしたけども、まあ、ある程度自由性もあるわけですし、まあ、とにかくね、仕事に関してはもう65歳になったら置いてもらわなきゃ無理ですね。まあ、岸田さんの場合は責任問題とかもありますし、まあ、その、まあ、議員さんの場合は、選挙のタイミング、そんなにしょっちゅう選挙されても、余計に経費かかるから、それはそれで社会に悪い影響を与えるので、任期満了までとにかく選挙を待ってもらうと。まあ、それで通してるんですけども、そうしなかったらね、もともと国民の方はね、そんなにたくさん人数を覚えれないんですよ。でしょ？自分のところの住んでる市長とか知事と。もう、どちらかというと知事、市長の方が覚えやすいですね。で、あと、各大臣に関しては、まあ、何かがなかったら、なかなか、ニュースで出てこないでしょ。だからもう、今の各省庁の前大臣、名前言えるかって言ったら、やっぱり見ながら確認じゃないと言えないですね。数人。どちらかというと僕の場合は、まあ、よく言った人か、まあ、悪く言った人、まあ、こんな人間がなんで大臣になってんねんと、まあ、そういう人間はある意味覚えるんですけども、いわゆる炎上商法で、まあまあ長い間勤めていって、まあ、僕のこととか謝ってくれた人とか、まあ、そういう人とかだったら、まあ、名前覚えれたりとかするんですけども、だから何かコミュニケーションなかったら無理だから、じゃあ他の一般人の人たちから見たらどう見えるかって言ったら、ほぼほぼ大臣のことなんか知らないよ、名前なんてっていうことになると思うんですよ。これがこの世の中の実態で、例えば中国の全人民党大会っていう、まあ日本の国会みたいなとこあるじゃないですか。やっぱり人口が中国の方は多いですから、あれだけたくさんの人が集まってくる、覚えれないでしょ。やっぱりなんとなくとか惰性で物事が動いてしまってる。だからエネルギーの残存量問題で解決策を僕のホームページ淡い経営作りの58番に記載してるんだから、その通りにすればいいんですよ。これが遅れれば遅れるほど後がなくなってくる。だもう天気に関しては、天体望遠鏡とかあるじゃないですか。あと風の吹き方もうそれでいいと思いますよ。結局ね、僕は今まで立証してきたわけじゃないですか。証拠の映像。この間の台風1号もそう。それ思いっきり晴れてるじゃないですか。で、風来てるでしょ？どうとでもなるんですよ。そういうことを知識として持っておいてもらう。だからまあ昔からテレビ局に言っていたのは、あの人たちすぐに大げさに物言いたがるでしょ？普段からフェイクニュース読んでお金稼ぎしてるから芝居が上手くなっちゃうんですよ。テレビ出てる人は役者関係とかもそう、とぼけるのが上手くなる。だからそれはこの間のギリシャ訪問で、まあ何回行った時のその映像なのか分かんないんですけども、だからまあ加護ちゃんもとぼけるのが上手くなったなみたいなぐらいの感覚しか持たないんですよ、ふざけた回答をしていると。で、それはね、昔から
まあまあ、だから、佳子ちゃん、眞子ちゃんがご幼少の頃から、だから天皇家の人たちに、議員の人とかもよう文句言えないんですよ。だから、淡井圭介みたいな、その、エネルギーの残存量問題派とかで、ちょっと君の方から言ってくれへんっていう人たちは結構いました。まあ、君だったらうまいことを言えると思うからとか、もうだからもう昔はそういうふうな丁寧な言い方とか、やんわりした言い方で対応しましたけども、もうやっぱりもうここストレートに言うしかないでしょ、本音で。腹割った話で。そうじゃなかったら 何かこう、ね、もうルール対国連で、以前も言いましたけども、結局、役員とかはね、ピンハネしていて、で、議員が天下りとかで会社の役員とかになってる、フィナンシャルグループはある、精神を生産されなくなる薬、製薬会社を持ってる、国がそれ見逃してる、警察官に議員がなって現れたりとかする、収入高い人間の方が悪いっていうことになってるんですよ、昔から。君たちが決める権限持っちゃダメよって。っていう話で一回もうフルーツラパークで1998年にものが確定したんですよ。世界上層部の人たちが集まって、それは成人様たちもご存知ですよね。だからもうその勢いで58番で、するべきだと思いますよ。しなきゃならないこと。で、そのギリシャとか、カコちゃんと、握手した男。それもそいつらには公然と文句言いますよ。もうコメント欄とかでもみんな公然と文句言ってるじゃないですか。あれもう叱られて当然の人間なんですから。みんなの税金。みんなの税金じゃなかったとして、自分たちで稼いだ？稼いだ？稼いだ？何わけのわかんないこと言ってんの？みんなの労働力だよ。格闘技業界も同じだよ。使用料払ってる？じゃあ一から自分たちで使う？じゃあ自分たち一から作って、固定資産税払って、法人税率 23.1%。すぐに倒産するよ。だから、何を今僕は言ってるかっていうと、所得にそんなに差が出たらおかしいんですよ。だから悪いことしてる人の方がずっと所得が高くなってるから、だから話が変なんですよ。だから良い話が必要だったんですよ。でしょ？そうじゃなかったら、どれだけね、以前のこととかもね、こう、バブル崩壊の時とか、いろいろあったわけじゃないですか。だから、新ニーサを世界中で行ってしまったわけですから、極端な株高。だって人口、どこの国も減ってるんですよ。その精神病院の件、精神病院。世界中で同じようなことしてるから、絶対人口増えない。ものすごい勢い減っていく。で、また今度精神病院の医者とか、そこの管理者は、役員とかどう思ってるかって言ったら、ベッドが空いてるでしょ？空いてるから、ね。自分たちで雇ってる人間がいる、契約書がある、ね。回ってくるお金云々の話がある。入れようとする。ほら見てみなさいな、警察官が精神病院の医者になってる。警察官を連れていくんでしょ？横領罪よ。もともと精神病院なんかもういらないの。作る必要がないんです。で、自然に、絶対に、倒産します。しなかったらおかしいんです。人口これだけ減ってるのに。もっと押し込むのって。もっとものすごく人口減りますよって。こんなめちゃくちゃな国、まずないですよ。だから、この国じゃない。国連。バレた方。だから、俺もすぐ負けが決まった。一日だけ僕、二十歳ぐらいの頃入院させられたでしょ。宝塚さんの病院に。すぐ出してもらって、事情を話して。まあ、事情まあ、もしくは、国会議員の人か、知事か、市長が動いて、対応したでしょ。法的にそうなってるじゃないですか。もう知事も出せる。精神病院から。もう市長権限でも出せる。すぐに出さなかったら、自分たちの悪さが世間にさらされて困るから隠蔽したが。だから、すぐに一日で出したっていうことは、まあ、その人たちは頭が良かったんだと思いますよ。ここで
すぐに彼を出さなかった、まあ、事情込みでね、自分たちが隠蔽側になるっていうことが分かってたからすぐに出したんだと思いますよ、精神病院からね。そこから有馬警察署でも話は確定していたのに、もうこの人いろんな連中に絡まれるからって、でもっとこれから先どれくらい踏み込んでいくっていうことを、聞きに来てくれた兵庫県警 の上の方の人たちとか結構いました。年配の方ですよ。やっぱり年齢に応じて先輩後輩があるから、やっぱりある程度の年齢層の人たちとのつながりがなかったら、で、まあその人はもう引退されてるかもしれませんけども、だからどれぐらいの方まで行くとかじゃなくて、極端なね、その三振等以内の請求の方法で、そのお金全額返済しなさいで、働きながら生活保護者っていうのも、まあ、それはそれでちょっと、難しい部分があるから、お小遣い制度。だから、まあ、手元に残るのは生活保護者と同じ金額で、その人とかが買った家に関しては自分たちで働いてローンを返しなさいよ。ただし、権力者であったとしても、淡井さんの言うことはしっかり従ってしなさいよって。それしないんだったら、もう君たち刑務所行きなさいよって。それでいいでしょ、世界中が。ね。な、佳子ちゃんが手を差し伸べた。で、その人と結婚したかったの、浮気したかったの。僕の方では、佳子ちゃんと手つないだ SP の人間。そいつどうせもともとエロ業界と組んで金稼ぎしとったやつ。格闘技業界だから。言い訳聞かない。昔もこの話。昔、プライドでバカサバイバーって呼ばれていた、青木っていう人は、元警察官だったらしいですよ。だからその格闘業界はエロの広告とかつくから、だからリングがある、ああもうアダルトビデオ出てる連中いっぱい混ざってる。もう何か確認した、だいぶ前。もういちいちコロコロ人変えてくるの無理。その中に議員の娘とかは混ざってる。大企業の娘とか。なぜか。お金持ってるからですよ。あれしてもいい、これしてもいいになっちゃうんですよ。で、あとは公費をみんなの税金だと理解できてないから、海外から呼ばれただけでそこの国に行っちゃうんですよ、佳子ちゃんが。そこで言わないでピシッと。これどういうことですかって。この招待状、どういうことですかと。今エネルギーの残存問題ですよと。あなた国のトップに立つ資格はありませんよと。自分から言い出しにくかったら皇室と海外の大統領と揉めるっていう構図はまずい。それなら招待状が来た時点で僕に言ってくれたらいい。僕が世界中に言う。ね、案外話進むでしょ。ほら見てみなさいな、老人ばっかりだって。で、格闘技業界とエロ業界が組んでたから、エロ業界が潰されたらお金が入ってこないからっていう、そういうぶざまな形になる。だからその件に関しては、ライジンに関しても、以前のプライドも、いたこれがどこがプライドなんだと。プライドのない人間が、プライドで金稼ぎしてるじゃないかと。天の轟きは、まあ、現世の人たちの怒りもあるかもしれませんし、未来の人からの怒りもあるかもしれませんし、まあ、基本的にはもうあの世の人たちとか天の神様の怒りでしょう。もう天の轟きのあの映像と、僕は撮影しに行った後、流通センターの。で、そんな無駄な、このホールもあるのに、って昔黒猫山と一つだったのに、西と東にもう一軒できちゃって、もう人口減っていってるのに、って。その横に物流センターがあって。ね。何回も言ってた大学生で頭いいやつなんかいないんですって、きっと。で、僕と比較してどう？どちらが正確なこと言ってる？どちらが正しいこと言ってる？でしょ？
僕のホームページ見て、あの行の数を見て、どちらの方が努力したと思います？努力っていう言葉の動画？下に力がつきますよね。それが心に変わったら怒りですよね。最初からもう政府の仕組みとかこういうふうな仕組みだから、絶対的にそうなるようになってるんですよ。というわけで、エネルギーの残存量問題に関する、成果というものを佳子ちゃんからぜひ、聞きたいです。次、招待状を送ってくるやついたら、抱擁してください、世間に。どこそこの国から招待状が来たって。僕は叱りますから。君たち政府上層部の人間に向いてないよって、変わりなさいって。教えるから、そこの国の国民たちに。他の法律がある。内部干渉？違うよ。救済よ。正当防衛。第三者への。世界のルールは法律。だからいろんな国で悪いことしてる人たちのニュースが日本にも上がってくるんです。仕事の仕方わかんないんだから教えなきゃしょうがないじゃないですか。それでしなきゃならないことが固まってくるんですから。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定の仕方がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あとは僕の動画、淡井さんの動画、見ておいた方がいいよということをね、確認していただけたらいいと思います。しかもホームページの方から。今回の佳子ちゃんのイギリス訪問に関して、多分1年の何回か行ったものだと思うんですよ。1回行った時の内容全てのものじゃないと思うんです。何回か行った内容を記録していて、で、それはね、はっきり言って、その使った税金に関しては全員関係者、返金しなきゃならない。相手からお金出してきた？そうしたら、相手の、読んだ連中の人たちが、国民にお金を返済しなきゃならない。自分たちの給与から。これが本当の話だもん。これが本当の法律であり、本当の普通の判決だから。僕は裁判官になったつもりで言ってるんじゃなくて、普通に賃金の不払いとかで考えたらそうだから。大したことある人は、上の方になんかどこの世界も行ってないの、家計とかで。ついじゃうから。激しい競争とか、末端で頑張ってきた人間の方が多分根性ある。頑張る。乗り越えてきよう。これです。以上です。皆さんご協力ご対応のほど、世界中の皆さんよろしくお願いいたします。